ジョン・カーロスはアメリカ合衆国ニューヨーク市ハーレム出身の陸上競技選手。カーロスは1968年メキシコシティオリンピックに出場。200メートルの銅メダリストである。カーロスは1967年のパンアメリカン競技大会の200メートルの優勝者であり、同年には60ヤード、220ヤードの世界記録を樹立した。 1968年のオリンピック選考会200メートルで19秒92を出し自己記録を0.3秒更新。世界記録保持者のトミー・スミスを破り周囲を驚かせる。しかしカーロスが履いていたスパイクがこの当時認められていないタイプのものであった。そのためこの記録は公認されなかったが、それでもこのレースによりカーロスが世界レベルのスプリンターであることが証明された。 1968年オリンピックの200メートル走の表彰台にて、カーロスは人権を求めるオリンピックプロジェクトの発起人の一人であった。ロアとは1968年メキシコシティオリンピックをボイコットするために組織された団体である。オリンピックではカーロスはスミスとオーストラリアのピーター・ノーマンに次いで3位となり、銅メダルを獲得する。カーロスとスミスは、 表彰台の上で国歌が流れる中、黒い手袋を被せた拳を掲げて見せる、ブラックパワーサリュートというパフォーマンスを行った。さらに黒い靴下を履き、靴を履かず、表彰台でアメリカでの黒人の立場を表現した。ノーマンもローアのバッジをつけ彼らの訴えに賛同した。IOC のアベリー・ブランデージ会長は、非政治的なオリンピックの舞台で国内の政治的な 発言は不適切だと考えた。彼らのアクションに対しすぐ反応したスミスとカーロスをアメリカ選手団から追放し、選手村の立ち入りを禁止した。しかし多くの支持者がカーロスたちの勇気ある行動を称賛した。その一方で反対の立場の人からは彼らとその家族を脅迫するといった厳しい反対意見もあり、各方面に大きな影響を与えた。 カーロスは1969年に選手として最高の年を迎える。100ヤードで9秒1の世界大記録。全米体育協会220ヤードのチャンピオンに輝く。そして全米学生選手権では100メートルと220ヤードで勝利。さらに410ヤードリレーでカリフォルニア州立大学産のゼコーを勝利に導いた。後年、カロスはプロフットボールに 挑戦、1970年の NFL ドラフト15順でフィラデルフィアイーグルスに指名されて入団した。しかし膝の怪我のため1年間でチームを去り、後にカナディアンフットボールリーグのモントリオールアルエッツとトロントアルゴノーツに1年ずつ在籍した。ありがとうございます。